ここも新しいですよね、このニットですね。ドゥ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 。こんな感じになりました。綺麗な立体的なシルエットになってるなと思いますね。で、2個セット買いですね、これ私買うわ。こんにちは、シトーレです。今日はですね、私が着ているのはユニクロ&豆黒ゴーチ第5弾のショールームに来てます。今回も実はいろんな進化があったりとか、新しいバージョンが出たりとか、新しい素材が出たりとか、形にリニューアルしたりとか、伝えたいこといっぱいあるので、早速言っていきたいなと思っています。でもちょっとその前にですよ、おさらいしましょう。皆さん、ユニクロ&豆黒ゴーチの、コンセプト教えてもらっても大丈夫でしょうか。女性が内側から輝くための下着と洋服の境界線を越えるインナーウェアコレクションです。下着なんだけど、全然その見せるに足るというか、見せてもそのいやらしさがないとか、下着してないような下着が結構増えたので、それも見ていきたいなと思っています。今回はこのアイテムを使って3スタイリングしてみたいなと思います。はい、まず最初、私が一番あのホームページ見て気になってたのがこちらのタイプですね。こちら新しい素材じゃないですか。非常に薄くてストレッチも入ってるんですけれども、着心地もいい素材になっています。なるほど。シアー感がとても美しくてですね。ですね。女性の肌を輝かせるような光沢感っていうのも特徴です。うんうん、結構入ってますね、伸び感が。透け感は前からあのこのシリーズ出してたんですけど、もっともっと透ける感じと、あの透けの密度がこっちの方が細かいです。透け密度が、ブラが1つ、そしてパンツが1つの3型。まず紐いきますか。紐がブラの場合、見えるところが二重になってるんですね。そして皆さんお気づきと思いますけども、マムクロコージはやっぱりここ金具使っていただいているんですね。その金具が前回はあの金色でちょっとキラッとした金具だったんだけど、今回はマット、この色に合わせてマット。よくない？やばない？真ん中の紐、この線もポイントなんですね。ここがあるかないかでね、もう行って帰るくらい違うよ。どこに？ね、どこに行って帰るの？お色味がベージュと黒とブルー、3色ございます。こんなちょっとくすんだ感じのブルー、ブルーグレーにちょっと近いのかな、色味的にはな感じですかね。で、このパンツなんですけども、あのめっちゃ薄いから多分履いてないみたいな、あと拾いませんよね、線。ピタッとしたものを着るときにいいんじゃないかなと思いますね。これサイズ展開どんな感じになってますか？店頭では SML XL まで展開しておりまして、オンラインでは XS 2XL 3XL を取り扱っています。ブラのサイズこそみんな気になっている方いっぱいいるんじゃないかなと思うんですけども、 SML で、あのカップ数はどれくらいまで対応してますか？ A65 から E75 ぐらいまではカバーできる。じゃあ割と幅広いですね。はい、これも後から着てみたいと思います。ここも新しいですよね、このニットですね。これも私的にはすごく豆黒こうじらしさが出てるデザインになっているんじゃないかなと思うんですけども、これはどんな特徴があるんですか？ 3D ニットっていう技法を使っていまして、1本の糸から立体的に編み上げるっていうのが特徴的なところです。これは色味が、お持ちいただいているナチュラルというカラーと、ブルーとブラックの3色展開になります。ブルーといえばですね、そうなんですよ、今シーズンですね、ブルーの展開が始まりました。で、今回のテーマがちょうどこんな感じですかね。海の中の水とか川の動きみたいなものをインスピレーションソースとして色を作ったというところなんで、同じあのブルーでもいろんな色があるんですよ。この例えばこのシアーのブルーはちょっとブルーグレーだし、このボディシェイパーショーツはワントーンちょっと明るかったりとか、今回タイツとかも出してるんですけど、これは本当結構明るめなブルーだったりとか、同じブルーだけれどもすごいバリエーションがあるっていうのがポイントです。なので重ね着とかするといいんじゃないかなと思います。これもね、後から着てみるとして、そして透け感トップスは割とあのこのコラボで出してたかなと思うんですけども、今シーズンはタンクトップが出てまいりました。あの女の人の体を細く立体的に見せるデザインになっていて、どう違うかっていうと、ここですね、この入り方、ここの脇の入り方、気持ちこうなるからその分細く見えるっていうところですね。ウエストがこう狭まって見えるみたいな四角になってるのと、裾のこのあしらいですね、ここがあのバージョンアップしてましたね。こう生地にくるまれているバージョン、前は多分叩いてあるだけだったんじゃないかなと思うんですけども、このバイピングを使って歩かないかで全然あの上質感が変わるんですよ。これは色展開はオフホワイトと
ブラックから今お持ちいただいているブラウン、それからブルーです。そしてちょっと気になっている人いたんじゃないかなと思うんですけど、ストッキング、これすごいのが分かれておるの、親指とその他に、すごないですか？皆さん気になっている人多いんじゃないですか。かつこれストッキングだけではなくて、実はそしたもあるんですね。ちょっと足首ちょっと上くらいの丈ですかね、もう分かれておるんですね。靴下なんですけど、見てかかとついてんねん、ちゃんと。すごくない、すごない、このちゃんとこんな感じになってるんですよ。優しさ、これでずれない、企業努力ですよ。企業の愛を感じますね。スケスケ感のシリーズとして、膝下くらいですかねの靴下も出ております。程よい透け感で、かつこれもペペ、あれなんだこのコブは、このコブは何だろう。ドゥドゥン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 、ね、一人芝居こういう薄い靴下の方が結構あのズルズルズルってなっちゃうから、これはすごい嬉しいなと思います。このスケスケソックスは色の展開は2色1組黒とグレー、ブルーとネイビー、オフホワイトとブラウン、3タイプ展開になってますと。ちなみにこの短い靴下の場合は黒2足組とブルーとネイビー、ブルーネイビー、これですね。オフホワイトとブラウン、オフホワイトとブラウン、はい、そしてこのタイプ、カップ付きのブラですね。ちょっとスポブラタイプのものも出ました。これ前から出てたと思うんですけども、バージョンアップしまして、すべてあの薄いストライプが全部ついているっていうところですね、この下まで。なのでよりなんていうんですか、洋服見えする、下着感が減っているっていうところがポイントかなと思います。色味が4色展開です。オフホワイト、グレー、ブルー、ブラック。なるほど。そして今シーズンパンツが出てるんですけども、なんて言うんですか、鉄腕アトムみたいなパンツになってますこの結構股上深めなシルエットになっていて、最近パンツオンパンツやったりとか、パンツチラ見せとかするじゃないですか。それに結構アイテムとしてはうってつけなんじゃないかなと思っております。実は私29日からオンラインセミナーやるんですけど、ちょうどこの形触れてるんですよ。よかったら29日見てみてもらえたらなと思うんですけども、プラスこれはまたちょっとだけ違うんですよね。同じストライプなんだけども、よりちょっと細かくなってランダムストライプみたいになってますね。よく出てる金太郎型になってますね。後ろはこんな感じになってます。はい。そしてさっきこのタンクトップバージョンあったじゃないですか。これのいわゆる定番のロングバージョンもあるでよと。気持ちなんですけども、横幅がちょっとだけゆったりしてます。本当気持ち、肌と生地の距離感がちょっとだけ開くから、よりなんていうのかな、華奢見えするかなと思います、個人的には。そして金太郎型のやつの私で膝上くらいのタイプが出ております。これはどんな特徴があるんでしょう。見せても着やすいストレートネックっていうのが一つポイントなのと、エアリズムコットンっていうのを使っています。裏地触っていただくとサラサラとした、もうありがとうユニクロですよ本当。あとはレギンスですね。 3D のニットのレギンスなんですけど、こちらも割 とこのコラボシリーズは出してるなと思ってて、毎回丈感違うんですね。で今シーズンの丈感はっていうと、では気持ち長めになってますね。あとこれ特徴なんですけど、見てディーディン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 、このシーチングがしてあることによって足がね細く綺麗に見えるっていう仕組みですね。かつ先ほどのトップスともこうしてるんですけど、ここですね、この部分だけ編み替えてるんですよ。可愛いないですか。これもちょっと後から着てみたいなと思います。あとはですね、スカートですね。ロングスカートになるんですけども、こちらも特徴があって、こう先ほどのパンツと一緒なんですけど、この線が入っていることによってで女性の体を立体的にかつ細見えさせてくれるデザインになってます。後ろも同じくこういうカッティングが入っているっていうのが特徴ですね。かつちょっとスリットも入っているよというところです。そしてマメクロコーチといえばプランチですね。このラインなんですけど、このラインを踏襲したニットワンピも出てます。これもですね、やっぱりこう立体的に見えるように線が入っているってところがポイントかなと思いますね。ちょっとこっちはタイトだけど気持ちフレア気味かな。はい、じゃあ早速着てみたいと思うんですけど、まずはみんなが一番気になっているであろうこのトップスのニットですね。これをちょっと着てみたいなと思います。
はい、こんな感じになりました。ちょっと着てみたんですけども、いい具合にあの肌の透け感が出てるんじゃないかなと思います。あとはですね、私今最初黒いブラをしてたんですよ。で時はちょっとブラの見え感気になったんですけど、今ちょうど、ベージュのやつを着させてもらっているんですけども、全然なんかこう違和感がなく、なのでインナーちょっと透け感気になる人はベージュで、透けてもいいなって人は黒とかあえて透けさせるっていうのもあるんじゃないかなと思います。そしてですね、丈感ですね、皆さん気になっているの、ちょうど私でおへそ行くか行かないかくらいな感じで、かつこうピチーンってまっすぐじゃなくて、こういうちょっと気持ち、こういうカーブを描いておるんですね。ここがなんか仕事してあるなって思った。私今ちょうど M サイズ着てるんですけど、肩がジャストで、ここも気になる人いると思うんですよ。ちょうど二の腕のタップタップしたところをギリ隠してもらえる丈感、これより短いとこんにちは振袖、長すぎると暑い、ちょうどいいっていう丈感になってるんじゃないかなと思います。あとね、気持ちいい肩がねちょっとだけ入ってるんですよね。本当は多分1センチくらいここなんですよ。なのでなんだけど、ちょっとだけ入ってることによって相対的に肩が華奢見えして、かつ手が長く見えるという仕組みになっております。はい、次はですね、この同じく 3D ニットのスカートと、あとは繊細なこのブラですね、新商品のブラと、このノースリーブ、新しい形ですねを着てみたいなと思います。こんな感じになりました。なんかすごい、やっぱり豆黒ゴーチすごいなと思ったんですけど、体がすごくライン綺麗に見せてくれるなっていうのと、まずトップス触れていきたいんですけども、これね色味が絶妙なんですよ。オレンジっぽいブラウンで、ちょっと砂漠の色みたいな感じですかね。めちゃめちゃ肌と着てみると馴染みがいいなと思います。そしてやっぱ形ですね、すごいここが綺麗に見えてんじゃないかなっていうところと、あとはここですね、気持ちいい、内側に栗が入ってるんですよね。なのでよりこうここら辺がすっきりして見える形になってるんじゃないかなっていうのと、今ちょうどブラ黒着てるんですけど、これくらいの、栗感だったらちょっとブラ見えてるくらいでもちょうどいいんじゃないかなと思います。恥ずかしくないんじゃないかな。しかもこれね、でもいい、2つついてんねん、ストラップ2つやねん。私あえて出したい、これほんと可愛すぎて、可愛い私、ごめんごめん、自画自賛して。スカートはスッと入ってくる感じですかね。でここがお尻、ちょっとすごい S 字のカービーなシルエットが出やすいんじゃないかなと思います。歩くとこんくらいですね。次はですね、新色のブルーでスタイリングしてみたいなと思います。まずはこのレギンス、ニットレギンスと、先ほどの透け感の、長いバージョンと、ブラと、この靴下でスタイリングしてみたいなと思います。はい、こんな感じになりました。これ全身、今シーズンのネイビーブルーになってますけれども、トップスが気持ち、やっぱりゆとりが横幅出るようになった分、肌と生地感の間が空く分、よりなんかこう透け感が強調されたりとか、ちょっと華奢見えするんじゃないかなというところです。やっぱあとここなんかね、着ると分かるんですけど、綺麗な立体的なシルエットになってるなと思いますね。あとここがあるから、ちょっと細見えする、このラインで見えるから、華奢に見えるっていうところと、手のひらの方が長い感じになってるんですかね。だから横から見た時のこの下下がり感がすごい可愛いんじゃないかなと思います。私的にはこのブラプラス透け感っていうのは、私的には今シーズンめちゃめちゃ推してるんですけども、この間のパリコレミラノコレクション行った時もこういう着方だったんだけども、やっぱ日本は忖度があると思うので、例えばこういう先ほどのキャミ、定番のこのキャミだったりとか、今シーズン出てきたこの金太郎タイプを合わせてあげてもいいんじゃないかな。もしくはちょっとスポブラタイプのこうブラブラ感してないブラもありかなと思います。ここら辺が隠れるので、こういう感じですかね、結構ヘルシーに見えるんじゃないかなと思います。あともっと気になる人とかだったら、ハイウエストを着てあげることによって、よりこう肌の見え感が狭まるので、ちょっとだけチャレンジしてみたいっていう人にはいいのかなと思います。パンツの形は先シーズンよりもやっぱ長め、膝上くらいな形になってますかね。なので割と足が気になる人でもいいんじゃないかなと思うのと、皆さんこの靴下の透け感
一番気になってるんじゃないかなと思うんですけど、これくらいのちょうど肌がうっすら透けるか透けないかくらいな感じですね。あとやっぱかかとがあるからめちゃめちゃ歩きやすい。提案としてはまあ2足セットで売っているので重ね着してあげるのもありかなと思います。段差見せてあげて色のグラデーションを楽しむみたいのもあるし、ちょっとクシクシクシしてあげるのも可愛いんじゃないかなと思います。これはこれでありで、もう一個同じ感じのグレーのクシュクシュ感で合わせてあげる、可愛いんじゃないでしょうか。これ2個セット買いですね。これ私買うわはい、ユニクロ&マメ黒ゴーチ第5弾、4月28日の発売になります。やっぱりね、上手だなって思ったのはちゃんと、トレンドを抑えたものをしっかり提案があるっていう、例えば透け感、オン透け感とかがあるのがやっぱり支持される理由の一つなんじゃないかなと思いました。そして皆さんはどのアイテムが気になったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。